こんばんは。えー、ゼミの時間です。もうね、飛んじゃった。えー、すいません。あの、ずっと本当に、え1分前までですね、パネル作ってですね、最後の原稿整理とかをしてて、まあちょっと待って、原稿整理でまだ足りねえや。えー、っと、ペンだけ持っとかないと。ごめんごめん。よいしょ。音大丈夫ですか皆さん。はい。 えーっとですねまああの近況から言っとくとですね四、まあ、月も半分過ぎちゃいました4月の15日ですよ本当に。で、映画の公開ラッシュが、 もうあの6月のです、ね「スター・ウォーズ」の半ソロが、まあ、ラストだと思うけど7月から「ジュラシック・ワールド」とか,なんか夏の映画に入っちゃうからとりあえず4月はです、ね、あの先週金曜日に「純漫字があっておとついに「パシフィック・リム」があってでライシャー・スピルバーグのです、ねレ「レディー・プレイヤー・1があって。 で、で、再来週はですね、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーがあるっていうですね。まあ、すごいもう、キツキツのスケジュールなわけですね。だからもう、ついていくだけでも、結構ね、精一杯なんですけども、まあ、その辺のあの、映画、どれが、実はおすすめかとか、面白かったかっていうやつは、また来週ですね、えー、来週じゃない、再来週になるね、やろうと思います。えー、僕の方はおかげさまで、あの、腰が治ってですね、まあ、映画を見るのも全然気にならなくなってきました。まあ、あの、国内旅行ぐらいだったら、行けるなという感じになってきたわけです。 さて、今日はついにですね、あの、ホタルの墓ですね。えー、公開されたのがですね、1988年ですね、のですね、4月16日なんですよ、実は。これの初公開が1988年の4月16日だから、明日でちょうど31年目なわけですね。というわけで、あの、31年目の答え合わせというふうなことでですね、えー、まあおとついもですね、あの、金曜労働省でやられたので,ですね、今日は、え分析していきたいと思います。 ですね、まあもう僕が本当に思うのはあのどうしてあんなに、ね、辛いというかです、ね、<laughs> しんどいというかです、ね、見ている人の心をねかきむしるような映画なんだろうともう唯一無二と言ってもいいんでしょうねアニメではの作品の秘密にねあの迫りたいと思います。えー、一応前半はですねこれ前半と後半は2つに分かれてましてあの本当は10倍怖い蛍の墓と。 よくあの言われてる、もしくはこれまで僕が話してたなんでこういうふうになったのかっていうような話もあるんですけど、まあ、そういうのより実は10倍程度怖いよっていう10倍怖いホタルの墓とですね後半は前半の100倍怖いホタルの墓ということでですねあんまりでもう本当にねあのー、多分今回の聞いちゃうと一生ホタルの墓を見るたびにあのー ちょっとね、これが頭の中に入ってきてみ、みんなと一緒に泣いて感動できなくなると思うのでですね、正直覚悟してみてくださいね。本当に僕も今日の昼から夕方ぐらいまでこれすげえ話になるけど大丈夫かなって思ったんですけども。えー、まあまあ頑張ってみようと思います。ということでですね、えー、アンケートを出してみたいと思うんですけども、 もう大体みんなホタルの墓を見たことがあるのかどうかというところから気になるんですけれども、えー、ホタルの墓のアンケートですね、えー、ちょっと出してください。さいあ、まだ用意できてなかったはいはい、わかりました、えー。じゃあですね、あの、アンケートごめんね、文書用意してなかったそうだからですね、えー、まあ、あの、放送の、この間、金曜ロードショーで放送があったんで、放送の反響からちょっとね、大体5パターンにね、 で、まあ、一つ目はもう、とにかくおばさんが憎いと。あの、生徒が世話になった家の親戚のおばさんが憎いと。で、例えば米を取ったとかですね、生徒たちの米を取ったくせにとかですね、言い方が意地悪だとかですね、まあ、とりあえずそういうおばさん憎い。で、次にですね、生徒が悪い発言。もうあの、とにかく寝てないで遊んでないで働けと。あの、お前みたいな、なんかこう、食うもん食った後、アライブのおばさんにさせるんだったら嫌われて当たり前だっていうセータが悪い発言。 3番目はですね、戦争が悪い発言。いや、そんなことになったのも、戦争という状況があるからと、戦争という状況にみんな追い詰められてるから、おばさんはもう言葉が強くなってくるし、セーターみたいな、本当はお坊ちゃんで海軍の士官の息子なんだから、普通にわがままに暮らせたのにそうはいかなくなっても、これ戦争が悪いんだっていう意見。 4つ目ですね、これも割と多いのが、こっちおいでと。<laughs> とにかく、もう生徒も接句も、うちに来たら何でも食べさせてあげるからっていう悲鳴のようなツイートがですね、ツイッターでガンガンやってて、みんなそんなに辛いんだって思ったんですけども。であの5つ目ですね、えー、見てられない発言ですね。とにかく、こんな辛い番組は見てられないから、ロンドンハーツに逃げましたとかですね、<laughs> CM になるたびに、まあ、ロンドンハーツに行く人がですね、どんどん増えてきたというやつですね。あ、あのアンケート用意できたそうです。アンケートえー 出してください。皆さんどれぐらいですね蛍の墓を見てるでしょうかっていう、えー、はい、えー「蛍の墓見てないしこれからも見ない」えー「2番見てないけど見る予定予定の手が出ないね見てないけど見る予定」予定ね予定「3番目ですね見たもう二度と見ない」<laughs>「4番目見たまた見るぜ」っていうですね、えー、これはあのですね今日僕の放送聞いたからまた見ようというんじゃなくてこれまでとりあえず今日までの印象でいいからですねちょっとあの見て、えー、答えてください えー、そろそろ出ま、出ますかますはいはい出してください。えー、7秒ぐらいのラグ。お、もう出た。えー、お、見たもう見ない。半数。全然見てない人が、まあ1割今日いるんだよね。で、見てないけど見る予定の人が6%。見たまた見るという猛者がですね。勇気があるな。<laughs> まあ80%ぐらいの人が見た、<laughs> 見たわけですよね。<laughs> すごいな。 <laughs> 辛いの分かってて見るわけない。はい、分かりました。多分、あの、辛くはなくなると思うんですよ。怖くなるだけであって。<laughs> えー、じゃあ行ってみましょうか。あの、えー、ではですね、えー、高畑勲監督の、え顔を拝見しながら、 <laughs> まず最初としてお便りからいきます。初めてお便りします。この度の高畑監督の急騰には私もショックが隠せず、まだ心の整理がつかない状態です。ジブリを挙げてお別れ会をという鈴木敏夫プロデューサーとコメントを出す気になれないという宮崎監督のやり取りは。まるで、ガンダムのガルマンの国葬をめぐるデギン公王とギレンのやり取りに重なるのは自分だけでしょうかっていうですね。ご本人のご冥福を心よりお祈りしますというですね。まあ、なんかうまいこと言った感じですよね。今朝起きてびっくりするニュースが友人から回って。 なんと、高畑か、伊沢監督が亡くなってしまってではありませんか。えー、年齢的には80歳を超え、普通に考えれば当たり前なのでしょうが、今までテレビで拝見していた、え高畑宮崎両監督とも絶対に死なないイメージを強く持っていたので、え今も会社に行きになれず、チョックでいっぱいです。私だけかもしれませんが、かぐや姫の物語で、最後にかぐや姫が意識を失って、月からの死者に連れ去られていくシーンがありますが、初見の時、なぜかそのシーンになって初めてダムが決壊したように、私は号泣しました。 ただ気持ちが高ぶっただけなのでしょうか宮崎作品と高畑作品の違いは、えー、という絵ですねあのお便りいただきましたでまああのなんでこのかぐや姫の時にですねなんかこうなんで泣き出したのか僕にもよくわかんないんですけどもあの感動がですね比較的わかりやすいのはですねその宮崎作品の方なんですね。あの なんで感動ししたののか、言葉にしやすいっていうのかなあのこのキャラクターが好きだとかですねなんかすごいいいセリフが心に染みたっていうふうに思えるのが宮崎作品で高畑作品の場合は感感動動ししても感動しんなんでただからしょうがなく無理やり近くにある言葉で例えばかわいそうだからとかなんかこういろんな言葉で代用しちゃうのがその高畑作品じゃないかなと思います。 えー、なんでこんな言葉にしにくいのかなその理由は今日説明してみようと思います。ということでですね、えー、高畑監督のフリップも下げて、えー、今日のですね、レジュメです。一応ですね、え、前半後半二つに分かれてます。前半は、まあ最大のミステリーですね、冒頭五秒の謎。え、二番、なぜこんなトラウマアニメを高畑監督作っちゃったのか。三番、ホタルの墓というそもそもタイトルの意味は何か。四番、 ホタルの墓のテーマっていうのは何なのかっていうのをちょっと探ってみる。で、後半は、高畑勲の矛盾と宮崎駿の嫉妬。六6番、押井守の指摘これ、ね。なかなかいいとこついてるんですよ。7番、死は美しくて、生、生きることは醜い。8番、えー、前半の100倍怖いホタルの墓こういう構成でお送りしようと思います、えー。じゃあですね、冒頭5秒の謎というパート1から行きましょう、えー。みんなね、なんかその、 蛍の墓というのをそもそもどういう話と思っているのかというところから始めますね一応日テレの公式サイトでですね蛍の墓のストーリー簡単なまとめがありますえ昭和20年9月21日夜神戸三宮駅構内で生太は息を引き取る所持品はドロップの缶だけ遺体を片付けていた駅員がその缶を放り投げると中から小さな遺骨がこぼれ落ち草むらいに季節外れの蛍が舞い上がる 三ヶ月前の六月九日、神戸は大空襲に見舞われ、聖太は心臓の弱い母を先に避難させ、幼い妹、節子を連れて後を追う。遅れて避難所の学校に着いた聖太だったが、そこには変わり果てた母の姿が。母はそのまま息を引き取り、聖太は節子と共に西宮にある親戚の家へ移るが、おばは次第に聖太たちに厳しい言葉を投げつけるようになる。 毎日小言を言われ、ご飯も満足に食べさせてもらえない生活に耐えきれなくなった聖太は、家出を決意。節子と二人で池のほとりの横穴で暮らすことになるが、というストーリー、というふうに書いてあります。えー、とですね、まあストーリーはこの通りなんですけどもですね、あのー、 まあ、この後、ここに、日テレの公式ストーリーの後はですね、空襲がまだ続いて、人の心もだんだん進んでいって、セーターは節子を食わせることもできなくなってしまうと。で、次第に節子は衰弱し、ついに、まあ、えー、栄養失調で死んでしまうと。で、セーターは一人、節子の遺体を、まあ、一人でダビに伏すって言うんですけど、仮装にして、えー、自分も神戸の駅で生きたえるっていうのが、まあ、この全体のお話です。で、 実はですね、なんかこう、まあ、今言った、この大まかなストーリーだと思っている人が、全体の半分ぐらいいるんですよね。僕、あの、金曜ロードショーでですね、ツイート、ハッシュタグでですね、ホタルの墓っていうのついてるのをずっと見てて、後でまとめも見たんですけども、あの、ラストシーンを覚えてない人がびっくりするぐらい多いんですよ。ラストシーンは、あの、神戸の街をですね、えー、っとですね、これなんですけども、あ、ちょっと後ろに下げるのね、ごめん。 えー、セータとセツコがですね、ベンチに座ってて、セツコは寝てるんですけども、セータだけが、え、神戸の街を、繁栄している神戸のビル街を見下ろしてるシーンっていうのがあってですね、これあの、ホタルの墓の基本中の基本だと思うんですけども、あの、割とこれをですね、覚えてないっていうかですね、あの、どういう意味だか受け取ってない人が多いんですね。なんで、えー、まあ最後に、 聖太が死んだ後で最後に死んだ節子が迎えに来て成仏するかと思ったらラストで今の神戸とまだ成仏してないのかそれとも私たちを見つめてるみたいなメッセージだというふうになんかこうまあまあ残り半分の人は解釈してるんですよつまりあの二人は今,と今も例となって神戸の街を見下ろしてるんだよっていうぐらいのことを考えている人がまあいて 残りの人は、まあ、そこまで考えてない。で、まあ、過半数の人がそもそもこのシーンを覚えてないっていうのがですね、ちょっと今回、その、ツイート見てて最大の驚きだったんですけどね。あの、まあ、かなりそういう風な意味では、まあ、オカルトではないですけど、ちょっと怖い映画だと。で、まあ、このシーンで終わるところがやっぱこの映画のすごいところだと思った僕は、ツイート読んでるとそれを、なんだろう、割と見てない人が多かったのが、あの、 かなり驚きましたでしかし今回解説するのは、まあ、こういうレベルではなくて、まあ、もうちょっと細かくやっていきます、えー、冒頭のですね流れを説明しますあの一番最初のですねカットをですねこれもまあ全部ではないんですけども、えー、順繰りに説明していきますねまず真っ暗闇の中にカメラ目線で真正面を向いた幽霊のセーターが現れます 昭和20年9月21日夜、僕は死んだっていうふうに関西弁で言って現れて、そのセーターが見ていると、えー、もう死にかけている自分ですね。幽霊のセーターが見ていると、その死にかけている自分が映って、その死にかけている自分は一応まだ息をしてるんですね。はあはあははあ、いう細かい息をすると。でも、やがて崩れてしまうんですね。 そうすると、遺員がやってきてですね、なんかこう、死んだことを確認。ああ、こう、いつももう死んでしもたということで、遺品を探ってたらですね、ポケットの中から、なんかカンカンが出てきたと。何のカンカンかわかんないので、ポイッと捨てるとですね、この捨てられたカンカンからですね、骨が出てきて、そこに季節外れのホタルがボワーンと出てくると。で、 これですね、えー。その蛍の中から一人の女の子これも幽霊ですねの節子妹が現れて立ち上がってで節子はお兄ちゃんの死体を見ているとそのお兄ちゃんの死体のところに駆け寄ろうとすると後ろからですね止められると振り返るとそこにはまあ優しい生きてた頃のお兄ちゃんがいてですねで2人で手をつないで蛍がいるこの草原を 右から左へ歩いてフェードアウトすると、この同じ位置にホタルの墓というタイトルが出てくると。あ、もう泣いてますか。<laughs> はい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 。すごいな。やっぱりみんな泣くんだな。はい。というですね、えー、まあ、こういうですね、大きい流れでできています。えー、っとですね、で、これよく見る、これあの、ちょっと簡単に説明したんですけども、あの、よくよく見るとですね、えー 隠されてる部分、隠されてる部分というかですね、あの、あの、この部分ですね、えー、まだ生きている自分を死んでいる自分が見つめるシーンにですね、すごい秘密が隠されてるんですね。それは何かっていうと、とですね、実際はさらに細かくワンカットずつ検証していくとこうなります。まずこれですね、えー 昭和20年9月21日の夜、夜僕は死んだって言ってから、右下を見つめます。視線が右の下に流れると。そうするとですね、なんか柱が映って、何か手前に映ってるんですね。わかりますかもうちょっとよく、これぐらいの方がいいかな。柱があって、ここの手前に何か物が映ってて、この物がスーッと消えたと思ったら、次に死にかけてる自分がフェードインというかですね、入り込んで、で、このシーンに流れるんですね。 で、これ何か <laughs> ですね。えー、これ実はですね。この、えー、3番目のシーンだけをですね。あの、よく見えるように、引き伸ばしたのがこれです。実はここにですね。柱の手前ですね。まだここに自分の死体が映る前、死にかけの自分が映る前に、こういうものが現れてると。なんかあの、戦前の曲線じゃないですね。 これあの灰皿なんですよ。で、この灰皿っていうのは何かというと、デザイン、これ現在の灰皿なんですね。で、あ僕はあのこれ、あ、見た時に、あ、そうか、やっぱりと思ったんですけども、つまり、これあの、聖太はですね、死んだなんか死後の世界というかですね、現在もまだ生きてるんですね。1988年の映画なんですけども、1988年の現在も今、あの場所にいて、 で、思い出すと、そこが昔に戻ってっていうですね。その、なんだろ、う。未だにですね、その、1988年の世界に、世界でです、ね、まだここにいて、未だに思い出して苦しんでるってことなんですね。で、本当にそうなのかなと思って、念のためですね、あの、ブルーレイのディスクを見たらですね、えー、ちゃんとですね、あの、 神戸まで行ったロケハン写真っていうのがあるんですね。で、ロケハン写真を見ると、この柱の横にですね、やっぱ同じデザインの灰皿があるんですよ。で、えー、これ別の柱なんですけども、この柱の横に今の灰皿を 移動させたわけですね。これちょっと柱の形が違うので,ですね。というような形で,ですねロケハン写真を見てもわかるとおりロケハンが行われたのは1987年なのでですねあの現在の写真の灰皿を作る使うというふうなことをやってるんですね。であの、まあ、つまり蛍の墓っていうのは決して 過去の話ではなくて、現在から始まって、ラストシーンで現実、現在に戻るって、みんな思ってるんですけど、違うんですよ。そうじゃなくて、冒頭、一番最初からですね、現在なんですね。で、現在から始まって、セーターの例は、あの場に未だに留まっていて、自分の最後の、人生最後の3ヶ月間を、何億回も何億回も何億回も、リプレイして苦しんでるっていうお話だと。 じゃあ、なんでそんな羽目になったのかと。現在の三宮に囚われている、まあ、まあ、あの、皆さんこう、書いてる通り自爆霊みたいなもんなんですね。まあ自爆霊ってのはその場所に留まるけど、あれ移動、電車に乗って移動するんですけども。じゃあ、彼の囚われている過去ですね。なぜ彼は死後、映画公開時点で43年間もそこに囚われているのか、これに囚われているのかという理由説明がこの映画なんですね。なぜ彼は未だに、その死んでから43年も経つのに自分が死、 一つらかった時のことをいまだに見返さなきゃいけないのかっていう理由を説明してくれるっ構造になっているとこの全体構造が分かっていると映画のこれってかわいそうな話だとかそうではなくてなぜ彼がこんなに43年間も自分の苦しいことをずっと見続けなきゃいけないのか呪われているのかっていうそのミステリーになっているんですね。 高畑勲としてはですね、もちろんこれ、ちゃんと見せてるでしょと。ちゃんと冒頭に灰皿映してるじゃんと。いや、確かにそうなんですよ。僕も、あっと、あの、なん、なんかね、嫌な予感したから <laughs>、見た時に、やっぱりと思ったんですけども、最後にも、現在映してるから、最初にもやってるんじゃねえかなと思ったら、やっぱりやってたんですけどもですね、あの、もうこれわかるはずだというふうに高畑勲は思っちゃうんですけども、あの、こんなの気がつくはずがなくてですね、金曜ロ 当初のツイートでもですね。わそれ言ってる人ゼロだったんですね。わかるはずがないんですよ。で、もう一つですね。こういうあの蛍の墓ってぼんやりしてるとこういうですね。重要なカットを僕ら見逃しちゃうんですね。なんでかというと事前にこんな話だっていう余談で見ちゃうからなんですね。きっとこうかわいそうな話だから、こいつが素直じゃないから、こいつが意地悪だからっていう余談で見てるから結構いろいろ見飛ばしちゃうんですけども。 かなり大事なシーンを見てみましょう。えー、節子がですね、もうかなり後半、最後に近いところです。栄養失調で死にかけてまして、で、セータがですね、最後の貯金を下ろしてですね、米や卵を買ってきます。で、節子のためにですね、卵と鶏肉の雑炊を作るシーンがあります。で、しかし節子はですね、雑炊を作っている間に死んでしまうと。悲しいシーンですね。で、そ、う、の、ん、雑炊です。はい。えー、これが雑炊です。で、 あの、雑炊が土鍋に入っていてお茶碗があると。で、お箸がここに置かれていて、まあ、まな板というかですね、あの、お盆狩りに板ですね。で、ここにあのスプーンの代わり、さじの代わりのですね、手作りっぽいですね、なんか貝で作ったのが置いてあります。で、このスプーンは聖太たちがですね、あの、おばさんの家で食べるときも使ってたから、一応あの、持ち込みのものですね。で、えー、これがですね、あの、節子が結局、 これができるのを待たずに節子は死んでしまうって可哀想なお話なんですけれども、しかし、節子が死んで翌朝ですね。ええー、ちょっと寒いので、<laughs> 扇風機止めよう。節子が死んで翌朝ですね、セ聖太が仮装している間、セ聖太が節子を、その、もらってきた炭でですね、燃やしている間ですね、セ聖太の住んでいた洞窟をカメラはかなりですね、はっきりと残酷に映すんですね。でそれがこのシーンです。えー、っと、こうですね。 で、え二、ー、人の、まあ寝床があって、で、このドアの向こうで、まあなんか光が漏れてると。で、手前のところにですね、ここに雑炊、増水のさっきの土鍋が映ってるんですけども、えわ、ー、かりやすいようにですね、えー、ちょっと強調してみました。えー、ここにですね、さっきのお箸とスプーンが突っ込んであるんですね。つまり、あの、食べてるんですね、セーター。あの、こういうですね、 なんだろうな、高畑監督は、えー、ポイントポイントで、聖太がどういう人間であって、今どういうふうな気持ちなのかっていうのをわかるようにしてるんですね。これ、ぼんやり見てると、その前に、この、食べずに残ってあるた、卵増水っていうのがあるから、普通の人は絶対にこれ食べてないと思うんですよね。でも、聖太はしっかり、節子がお葬式の間に食べちゃったというのがわかります。で、わざわざね、この、書かなくてもいい、 空になった食器をなんで高畑はこのアニメーターに指示して書かせるのか。この辺がもうこの人の意地悪なところなんですけども。あとですね、その、節子が食べられなかったスイカですね。あの、一口しか食べられなかったスイカも、この節子を仮装させるときに出てくるんですけども、これもやっぱ食べてるんですよね。で、えー、これあの、 僕、これ人にいた時にですね、いや、そんなことはない。それはアリが食べたんだっていうふうにですね、言う人がいたんですけども、いや、違うと思って調べたらですね、ちゃんとあの、セータがセツコに分けてあげるときに、えー、自分が持ってるナイフで一切れだけ切って、あとは二つにパカンと割って、ここに置いとくなっていって置いてるから、こういう形にはなるはずがないんですね。ありがたかったからといって。なので、えー、セータがですね、実はセツコが死んだ後は、案外、 なんだろ、意識がはっきりしてですね、食欲が湧いて、ご飯が食べてるのを、あの、なんかちゃんと書いてるんですよ。で、あの、ちょっとね、その辺でもね、あの、ああ、なんか、人情だなと思ったのが、この、左端の一切れだけ、実がついてます。で、これ何かっていうと、あの、セータがナイフで切り分けた一切れなんですけど、この山のてっぺんの一番甘いとこだけを、 節子にあげたんですね。そうすると節子こが口の中にそれを何とか入れて美味しいって一言言うんですけど、それはもうセイタも食べられなかったんです。これはもう聖子にあげたものだから。ここら辺の人情も書いて、でもセイタの生きるための欲っていうのかな。食欲みたいなものをはっきり書いちゃうっていうのが、その高畑一のリアリズムだと思います。で、この辺はね、この割と見逃されがち。 なんですけれども、無理って書かれてしまって、<laughs> こういう話しんどいですかあの、で、えせ、ー、つ、セータはですね、なんでこういうふうに、なんだろう、セータしっかりしてるのかっていうと、割と節子がけなげなことを言うと泣くんですよね。例えば、うちおばちゃんに聞いてん、お母さんもう死に張ってお墓の中にいてるねんってっていうふうに言われると、もうセ,セータはワン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 号泣するんですけども、ところがですね、その、 いざ死んじゃうとですね、死んでからの節子は、あの、節子が死んでからの生徒はも全然泣かないんですね。例えばその、一晩死体と添い寝してあげる時もですね、目が無表情なままなんですこういう風に無表情のまま、こう、寝てると。で、なんだろうな、あの、 これ仮装するシーンなんですけど、遺体を仮装するシーンなんですけど、遺体を仮装するシーンでもですね、セーターの顔はわざとこう無表情に描いてるんですね。で、照り返し、炎の照り返しの目の中の赤い光だけがチラチラしてるっていうですね、完全にその悲しみを描こうとするんではなくて、無表情を描いてると。で、この無表情を描いてるのは、まあ、一応それなりに理由があってですね、あの、これあの、 なんだろう、演技者が無表情でも観客はその表情に勝手に悲しみとかを見てしまうっていうですね。これあの、このような映像効果をですね、クレショフ効果と呼びます。これはあの、ロシアのですね、まあソ連になる前かなのですね、あの、えー、映像作家が見つけた方法なんです、あの、効果なんですけども、これですね、クレショフ効果で、まあよく出てくる画像がこれです。えー、無表情な男と死体、子供の死体を交互に見せると、 この男は悲しんでいるように見える。無表情な男と湯気が立っているスープを交互に見せると、この男は食欲に動かされているように見える。次に無表情な男と誘惑する女の写真を交互に見せると、この男は欲望を抱いているように見えるっていうですね。あの、 一般的にモンタージュ理論とも言われるんですけども、モンタージュっていうのは映像を編集するという意味なのでこう、映像を編集してこのような心理効果を出すことをクレショフ効果っていうふうに呼びます。で、宮崎駿はですね、このクレショフ効果が、まあ今のうちに言ってますけど、大嫌いなんですね。宮崎駿はこういうのが大嫌いで、そうじゃないと。えー、宮崎駿が好きなのはですね、こういう、こういうやつなんですよ。これあの、ラピュタのドーラバーさんなんですけども、 あの、ドーラが一人ごと言いますね。余ってるんじゃないよそういうことはね自分の力でやるもんだっていうふうに、あの、パズを叱った後、んその方が娘が言うことを聞くかもしれないねっていうふうに、一人ごとを言うシーンなんですけどもですね。これ、あの、演技つけてるわけです。キャラクターに演技つけて、ドーラがどんなキャラクターかすごいわかりやすくしてるんですよ。でも、高畑勲は、 こういうふうにキャラクターに自分が思っていることを言わせて、それでその見てる人間にこんなふうに考えてるんだっていうふうに分からせることが嫌なので、クレッショフ効果を使って、その無表情な状態の、えセータを見せることによって、まあ悲しみを表現しようとしてるわけですね。で、まあ何を言いたかったのかっていうとですね、あの、セータが無表情な理由は、これはあの、まあ僕らが勝手に、 このシーンを見てワンワン泣いちゃったりするのは、この顔が悲しみを叩たいたてる。悲しみを抑えて、一生懸命普通にしているようなけなげな状態に見えるから、このシーンを見てすごい感動しちゃうんですけれども、そうじゃなくてですね、この、おそらくこの時の生徒は人間性を失ってるんですね。人間性を失ってるから、妹が死んでも腹が減るし、雑炊食べるし、スイカも食べちゃうと。で、ああ、もう世話をしなくていいんだと、ほっとしてるから安心してお腹が減っちゃうと。 この死んだからホッとしたっていうのは原作者の野坂昭之自身が高畑勲とですね、映画を作る前のですね、対談で話して、この部分も必ず、俺そんな綺麗な人間じゃないんです。妹が死んだ時、正直ホッとしたんですっていうふうなことを一生懸命訴えて映画の中で使ってくださいって言って高畑さんにこう約束させたっていう部分なんですけども、だからその炭を買うあの妹を焼く時に、 あの、墨を買いに行くんですけど、そのシーンもですね、淡々と買いに行けるわけですね。で、連合艦隊が沈んだと聞いた時には、殴りかかるぐらい興奮した、その生徒がですね、妹をですね、あの、墨屋のおじさんに裸にして豆柄と焼いたら、よう燃えるわっていうふうに言われた時にですね、心が全く動かなくなってる。で、 つまり人間でどんどんなくなっちゃうわけですね、人間性が壊れていく。ところが僕ら観客っていうのは人間性が壊れたセータっていうのを見て、その代わりに人間性を取り戻して感情が動いて泣いてしまうっていう。こういうなんかすごい、アクロバチックっていうのかな構造でできている映画なんですけど、そういう過程をですね、その、なんだろうな。ちゃんと高畑勲はセータが人間性を失っていく過程も書くし、 で、同時にですね、そのおかゆ食べたりです、ね、スイカ食べたりっていう証拠は出すんですけども、わざわざそこは足ざまにガツ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 食ってるところは出さないと。そこら辺はすごく上品な演出なんですね。なので、その普通の見方をしてるとですね、あの、本当にね、わからなくなっちゃう時があるんですよね。じゃあ、なんでその、 なんだろうな、セータが人間性を失っていく過程っていうのをちゃんと書いてるんだけど強調しないのかってことですね。え、パートツーですね。パートワンですね。え、ね、冒頭5秒がなかなかすごいよっていう後ですね。パートツーですね。なんでこんなトラウマアニメを作ったのかっていう話に入ろうと思います。えー、っとですね。すみません。 えー、さっき話した通りですね、観客、僕らが泣くのはですね、まあ、実はこのクレショックオフッカーというのが大きいと。つまり、映像の並べ方によって勝手にキャラクターが悲しんでるというふうに解釈しちゃって泣いちゃうという部分が大きいんですけども、まあ、悲しくなるのは当たり前なんですよ。しかし、高畑勲って実は観客を泣かせようと思って映画を作ったことって一回もないんですよね。あの、母を訪ねて3000里っていう、 アニメがあるんですけども、これあの、まあ、見たらみんながこう感動して日本中が泣いたと言われる作品なんですけども、その企画書の中で、<laughs> ハオタンゼントサンゼルの企画書の中で、もう冒頭に高畑久は、我々はお涙、ま、お涙頂戴を作るつもりは全くないというふうに書いていて、で、あの、でも、 でもそれを見てる家族っていうのは大体泣いちゃうんですよ。で、高畑さんって、こういう時大体観客理解っていうのかな、を間違えちゃうんですね。で、究極の負けず嫌いだから、絶対に自分の理論的な誤りをですね、認めないんですよ。えー、っとですね、なんかね、あのー、漫画映画の志っていうですね、高畑さんにしたのですね、本があります。で、 この中でですね、高田さんは、えー、日本ではアニメーションは観客の心を掴んでハラハラドキドキさせる方向に進化したと。そういうアニメは泣けるし感動できる。しかし私が作りたいのはそういうアニメではないっていうふうに書いてるんですよ。で、ホタルの墓で私は、観客を完全に作品世界に没入させるのではなく、少し引いたところから我を忘れずに考えることができる視点で作った。と主人公を批判的にも見てもらいたいっていうふうに書いてるんですよ。つまり、 ホタルの墓っていうのは高畑さんにしてみれば、なんだろうな、観客が、セーターの気持ちになって、感情的になって、で、どっぷり疲れるような映画ではなくて、それとは逆に、やや俯瞰の上から見下ろすような視点で、見れるように、ちゃんと作ってるっていうふうに、この本の中で書いてるんですけども、で、と同時にですね、その宮崎駿の、最近の宮崎駿に対する悪口も書いてあるんですよね。あの、かつての宮崎は、えー、そういう、 上から俯瞰で同時に考えさせる、批判する視点で作れた。カリオストロの城を見てくれと。観客はみんな笑ったと。なんでかというとカリオストロの城の中には、おいおい、それなんだよというシーンがいくつもあると。例えば、そのゼニガト、ゼニガトのトッツァンがこの水の中をこう覗くシーンで、あの、ゼニガトのトッツァンの顔がグニャグニャグニャっと歪むシーンとかですね、ルパンがちょっと無茶なジャンプするシーンとかで観客みんな笑うと。それはなんでかっていうと、見てるのが所詮アニメであって漫画であるってことを一瞬思い出すからだと。 こういうなんかその俯瞰で見させるっていうことを、かつての宮崎駿はできたと。しかし、えー、千と千尋の神隠しを見てくれと。あれの中にはいっぱい同じように変なシーンが出てきて、キャラクターが変な動きするんだけど、もう映画館で誰も笑わないと。宮崎駿は観客をハラハラドキドキさせて主観的にさせる、いわゆる作品の中に没入する方法を選んでしまったと。でも僕はそうではなくてっていうのをですガーンと書いているんですけども。 お分かりでしょうかあの、高畑勲って、そのつもりなんですよ。 観客が理解できてないんですね。あの、母を訪ねてを見ても、ちびっ子やお母さんが泣かないと思い込んでるんですね。で、泣いたという意見を聞いても、なんかその、多分そういうのは少数派だろうと思っちゃうと、企画書を読んだらですね、あの、マルコ少年は素直ではなく、可愛げがなくて大人に逆らってるばっかりで、とても感情移入できる少年ではないって書いてるんですけども、<laughs> 高畑伊佐を絵を舐めてるんですよ。あんな可愛く描いたら、可愛いに思うに決まってると、そこがね、自分で絵を描かない高 高畑勲は、計算違いしちちゃゃううんんででですすね。絵の力で可愛くく見えちゃうっていうことこが、全く想定外なんですよ。だから演出で全てが決まると思ってる。で、ホタルの墓でもですね、そのセータがその人間性を失っていって、そのお粥とかスイカとかを妹が死んだ後ガツガツ食べて無表情に抱くシーンも、あれも悲しんでるように見えるんですけど、高畑勲のおそらく演出意図としては、 死んじゃったので、当惑してる、びっくりしてると、あ、取り返しのつかないことをしちゃったなと思って後悔してるっていうふうにも受け取られるようにちゃんと書いてるんですけれども、ところが僕らは勝手にですね、その、まあ、演出効果でですね、すごい悲しみを抑えてるんだ。悲しすぎて泣けないんだ。悲しすぎてあんな表情になっちゃうんだっていうふうに、勝手に思い込んでこう、ワンワンワンん泣いちゃうんですよね。で、みんなもう本当にあの、 なんだろうなぶっちゃけ、すいません。あの、ホだルの墓に関しては泣くのに忙しくて、引いた視点でなんか見てないんですよ。で、僕みたいなサイコパス野郎だけがですね、<laughs> ああ、こいつ妹の水海増水きっちり食っとるわと思って <laughs> 見てるわけですね。で、なんでこんなに、この高畑勲のですね、演出意図というのは伝わらないのかと。だって、 ぶっちゃけ、その、世界一と言ってもいいぐらいの演出家監督なんですよ。なのになんでこんなに伝わらないのかっていうと、あの、まあ、今回の、特に今回のですね、ホタルの墓っていう作品がですね、文芸だからっていうのもあります。えー、仕事道楽っていうですね、これはあの、鈴木敏夫さんが、えーまあ、ジブリの面々のことを書いた本があるんですけどもですね、 えー、この76ページにですね、えー、トトロを作ってる時にですね、高畑さんのホタルの墓の話を聞いて、宮崎駿が、どんどんと自分のところにやってきた、鈴木と一のところにやってきたと。で、鈴木さん、ホタルは文芸なんですってって聞くと。まあそうですね、聞くと。 答えると、俺も文芸をするというふうに、宮崎駿が言い出したと。え、どうするんですかと。猫のバスなんて出してられないですよ。そのもん出したら文芸作品じゃないっていうふうに言い出したとで。もうびっくりしたんだったら、猫バスだけじゃなくて、コマに乗って飛ぶ部分ももうやらないと。えー、コマに乗って飛ぶ、空を飛ぶなんていうの。 なんてバカなことやってられないですよ、というふうに言い出したと。で鈴木年は困り果てて高畑壮のところに相談に行って、宮崎さんがこんなことを言ってますって言うと、困りましたね、猫バスって辞めるんですかもったいないですね、っていうふうに言ったと。 だから鈴木敏夫ては、やったと思って、この、もったいないですねっていう言葉を持っパーッと言って、宮崎駿いとこで走っていて、宮崎さん、高畑さんが、もったいないって言ってますよって、宮崎駿が急にご機嫌になって、もったいないんですかじゃあ、猫バス出しますって言ったっていう。これ実はなんですけども、すごいですよね。あの、結局、その、さっきのですね、あの、ドーラーと同じなんですよ。あの、ドーラーのシーン、あれ、もう、まだ絵あるかな もうしまっちゃったかな。あった。このドーラのシーンもですね、えー、二度とここへは帰れなくなるよっていうふうにドーラが言うとパズーがわかってる。ドーラが覚悟の上だ、だねって言うとパズーがうんって強く答えるとドーラが40秒で支度しなっていうふうに言うんですよ。つまり、実はドーラはすごい良い人だっていうのがわかるように書いてる。これはエンタメであって文芸ではないんですね。 ちゃんとドーラがいい人だというふうにわかるようにセリフが組んである。これ、あの、エンターテイメントなんですよ。で、なんでかってエンターテイメントというのは伝えるのが大事だから。で、どんなキャラかっていうのが大事なんですね。しかし、文芸の世界にはキャラという概念はないんですよ。何を考えてるのかわからない登場人物を読者一人一人がこの人は何を考えてるんだろうかと考えて回答を出すのが文芸なんですね。だからそれが文芸なんですよ。だから高畑勲は ホタルの発火を文芸アニメとして作ってるからですね、一人一人が考えて違う答えを出すように作ってるわけですね。なのでですね、まあ、言っちゃえば僕は高畑勲を観客に甘えすぎ説というのを唱えてるんですけども、あの、た、これ高畑伊佐のまあ遺作となったですね、かぐや姫の物語です。で、ここのですね、キャッチコピーですね、姫の犯した罪と罰って書いてるんですけども、 これあの、分かった人ね、いないと思うんですよね。もともと、あの、最初の高畑勲のアイデアではですね、あの、映画の冒頭で月面なんですよ。で、かぐや姫のお父さんですね、月の王様がですね、かぐや姫に対してですね、お前はこういう罪を犯したよって罰として地球に、えー、なんだろう、流刑するっていうふうに宣言するシーンから始まる。で、それをかぐや姫は地球に行けるという嬉しさでワクワクしてろくに聞いてないというシーンから始まったそうです。で、 あの、これですね。どこだったかな。あの、高畑さんのですね、えー、この映画の最初のチラシの裏に書いてあった文章なんですけども、えー、50年前ですね、ホルスの後の次回作で、高取の物語っていうのが投影動画でアイディアが出てですね、で、その公募があったんですよ。どんな風にストーリーを作るのか。で、それで高畑さんが出したアイディアが没を食らったんですよね。 で、ところがですね、えー、高畑さんはですね、この今言った、えー、冒頭の、えー、月の王様とかぐや姫の問答シーンです、ね。お前にはこんな罪があると。だから、こんな罰を受けろというシーンをまるまるカットしてしまうんですね。で、カットした理由を、高畑さんはですね、えー、素晴らしいスタッフが揃ったので、こんなシーンはいらないとわかりましたと。映画を見れば誰もが、 かぐや姫の罪と罰は分かるはずですと言ってカットしちゃって、<laughs> おかげで分かんない映画になっちゃったんですよ。で、またこんなことを言い出して、で、まあ、高田伊んは本当に観客に甘いすぎなんですよね。で、仕方なく鈴木敏夫が編み出した手口がですね、これが面白くてですね、鈴木敏夫が編み出した手口は、高田さんあんなこと言ってって、で、一回言い出したら聞かないと。もう観客分かるはずだと言い出したから、もう聞かないので、こうなったらですね、この見れば分かるはずのテーマを謎謎にして宣伝コピーにすることにしたと。<laughs> 姫の犯した罪と罰でここに書いたら、それは何だろうってみんな考えるだろうと。で、それの答え合わせをしに映画館に来るに違いない。そしたら、なんか、かぐや姫の物語のテーマをみんなが考えることになると高畑さんが思ってるエフェクト、効果が出るっていうですね、なんかすごいこうアクロバチックなことになったんですね。で、ところが、ところがですね、これを公開したらですね、誰もここのところに引っかからずですね、みんな、 あの、かぐや姫の物語のですね、絵とか映像ばっかり、もう超褒めるわけですね。で、そんなこないで,ですね、この、またもやテーマがずれて伝わっちゃうと。まあ、あの、命の素晴らしさとか、そっちの方だと思い込んでる人が多いんですけども、実はかぐや姫の物語の、姫のおかした罪と罰っていうのもですね、あの、今回のホタルの墓に負けず劣らずの、なかなかエグい話なんですけど、これは、それはまあ、そのうち、かぐや姫の物語をやるときに語ることにしましょう。 えー、以上で分かるとおりですねえー、まあちょっと45分になっちゃったんですけども延長しますこんなもんこんなもんまだ半分も話してない無料の部分 <laughs> 高畑さんはですね別にトラウマアニメを作るつもりはないですしそれどころか泣かせたり感動させるつもりもないんですよ考えたり 悩んだりしてほしいんですよ。映画について考えたり悩んだりしてほしいんですよ。なんで節子は死ななければいけなかったのかとか、なんでおばさんは意地悪なのかとかですね、なんで生太は死んでしまうのかということを、一人一人にもう本当に毎晩考えたり、一年考えたりしてほしいと。もう泣いて思考停止するんじゃなくて、かわいそうとか、あ、こういうふうにしたいっていうふうにして思考停止するんではなくて、辛くてチャンネル変えるでもなくてですね、何年もそのことばっかり考えてほしくて、 あんな苦労してアニメを作ってるわけですね。文芸とはそういう意味なんですよ、高畑さんにとっては。だから、高畑勲ってやっぱ観客に甘えすぎ、あの自分がね、作ったものが何年も人を考えさせるだろうというふうに、うぬぼれすぎなところがあります。で、このあたりのですね、実は俺の作品には考える価値があるんだ。ほら、これ考えたいだろう。なんでか知りたいだろうってテクは、押井守とか安野秀明の方が本当に何百倍上手いんですよ。正直言って、<laughs> 中身は、 高畑勲の方が100倍あります。<laughs> おしおしとか、あの秀明ってのは中学生がないものに超ぐらいの作品になっ,なってるから、本当にあるんですけども、もう高畑さんほどの馬鹿正直な中身はないんだけど、ただなんでだろうって考えさせるテクニックはこの二人はものすごくうまいのでですね、なんかその思ったようにならないんですね。 ということでですね、次はパート3です。ホタルの墓の意味とはですね、えホタルの墓とはどういうふうな意味なのかで、そもそもですね、このホタルっていうのは、あの二、ー、人で暮らし出した時、洞窟でセータとセツコが二人で暮らし出した時に、夜上空をですね、飛行機がですね、ブーンと飛んでいく時に、飛行機の、ま、明かりがこう、本当にかすかに点滅していると。で、それを見てですね、えー、セータがですね、特攻、特攻機や、 これから、まあ相手にですね、特攻、自殺攻撃をかける飛行機だっていうと、節子がですね、あの、蛍みたいやねっていうふうに言うんですね。で、このように最初からこの作品においての蛍っていうのは、死ぬ直前に最後の光を放つ存在として書かれていると。で、えセーターはですね、節子のためにですね、何十匹というですね、まあ、1匹近いんでしょうね、蛍をで、ね、捕まえてきて、蚊帳の中に放ちます。ですね、このシーンです。で、この、 ホタルを離した後ですね、ロングになる、構図がロングになるシーンがあるんですけど、これがもうすごい意地悪で、えー、横穴の中に二人で、なんかこういて、ホタルが飛んでるんですけど、ここの柱のりがですね、ちょうど斜めになってですね、家になってるんですね。いわゆる葬式の時に写す写真になってるんですけども、まあこういうですね、その必ずこのホタルの光を出す時とか、光を出してるときは死を暗示させるような、 その映像効果というかな、あの、見せ方してるんですよね。で、このホタルの飛ぶですね、蚊帳の中でステータは観観式。お父さんが、えー、出たですね、あの、連合艦隊ですね。日本の、日本海軍の連合艦隊がその船を見せる、見せつける観艦式っていうのが、それを思い出すと。で夜ので光に包まれたあの連合艦隊のマヤっていうのは、実はこのお話のもう1年近く前に、えー、沈んでるんですよ。 つまりこの作品の中で光るものっていうのは大体もう全て死んでるんですね。特攻期とかですね、蛍とかですね、連合艦隊とか全てそういう死にゆくものだから光って美しいというような描かれ方をしていると。で、これですね、やっぱすごいのは翌朝描いちゃうところなんですよ。翌朝、あの、あ、ごめん、これ上下逆さまだった。 翌朝ですね、えー、セータが何してんねんって言うと、節子が、お墓作ってんねん。お母ちゃんもお墓に入って、入ってんねんやろ。うちおばちゃんに聞いてん。お母ちゃんも死に張ってお墓の中にいるねんて。っていうふうに言うと、節子に言われてセータをですね、もう号泣してしまうと、まあ。このシーンですね、かわいそうさに泣ける人も多いんだけども、なんで、そのかわいそうなシーンでですね、こういう映像を映すのか。 ですね、あのこの大量の蛍の死骸を何で見せるのかというとこの蛍にとっては実はこの2人もですねもちろん蛍っていうのは光を放ち始めたら数日間で死ぬ運命なんですけどもだからといって自分の慰めのために蚊帳の中で閉じ込められて自由を奪われていいという理由にはならないんですね蛍かわいそやから逃がしてあげようっていう発想は別に節子にもないわけなんですよ。 で、この蚊帳の中で、その、ホタルが飛んでるシーンは、冒頭ともリンクしてます。この冒頭ですね、えー、幽霊となった聖太とセツ子がですね、窓のフレームの向こうに東京大空襲を見ているというシーンですね。これがですね、その、 えー、神戸、あ、東京じゃない神戸大空襲ですね。これがホタルです。火が垂れ落ちてくるからホタルっていう風に書く。火が垂れると書いてホタルと書くんですけども、これもですね、この二人が見てる見え方っていうのは、辛いね、悲しいねではなくて、これもホタルなんですよね。だから、命が燃えてて綺麗だねっていう視点で見てる。ですね。ホタルを蚊帳に放ち、そのお墓を作る。美しくも、まあ残酷な遊びしてるんですけども、そういう人間から、なんか、 あの、見た戦争、人間から見たこういう戦争のホタルの風景も、ホタルから見た、その自分たちを不条理に扱うこの兄弟も、等しく残酷で美しいっていうふうに書いてるんですね。だから、高畑勲は何回も何回もこのアニメを戦争反対がテーマではない、そんなことではないというふうにずっと言い続けていると。じゃあ、テーマは何なのかですね。 えー、テーマは何なのかパート4でやっとパート4でですねあの無料部分終わりですのでもうちょっと待ってくださいテーマね探ろうと思うんですけどもあの高畑勲をですね泣かせる映画が嫌なのと同じく戦争反対の映画も作るつもりはないとこれはあの三鷹市のですね平和集会の講演でも言ってるんですよ私のホタルの墓を見て感動した戦闘反対という人もいるけども あの、そんなことはないと。そんな効果は全くない。なんでかっていうと、あの、どんなにつらい。 のを見せてもですね、こんな辛い思いは絶対に嫌だとなったら、だから戦争はしないぞにはならないと。私は日本人っていうのもとことんよく知っていると。日本人っていうのは、っていうかあらゆる民族は、こんな辛い思いをしないためにも軍事力が必要だとか、こんな辛い思いをしないためにもすぐそこにある脅威に対して、まあ普通の国になろうよって言い出す国だと。それが日本であり、それが日本人であるっていうふうに高田さん夫ははっきりと何度も言ってると。なので、 公式見解ではですね、高畑勲はですね、えー、高畑勲監督が本作品で書こうとしたのは、困難に立ち向かい、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女ではありません。決して切り開くことだ、決して切り開くことができない、戦争という状況の中で死ななければならない心優しい現代の若者の姿です。現代ではデジタル機器が発達し、煩わしい社会生活から離れ、ある程度自分の世界に籠ることも可能になった。 そのような時代であればこそセータの心情がわかりやすいのではないか、えー。兄弟だけで小さな家族を作ろうとしているセータに社会的なつながりを煩わしく感じる現代の若者との類似的なつながりを見出しているということ。しかし戦時中ではその社会的なつながりを廃して兄弟だけで生きることは叶わなかった。そこに悲劇があるとも言えるのです。というふうに、まあ、高畑さんは言ってるわけですね。で、これね、どういうことかっていうと、実はあの冒頭のシーンですね。 えー、セーターがですね、そう、ま,ま、のたれしシーンでですね、ちゃんとのたれ字にかけているセーターにおにぎりをあげてる人がいるんですよ。つまり、なんかあの、こんな時代でも、あの、これあの、セーターの主観どっぷりで使ってみたら、 もうみんな鬼のような人たちで誰一人助けてくれないというふうに思うんですけども、ちゃんと頭を下げてお願いすれば、こんなご飯がない時代に何の見返りもなくおにぎりをあげる人がいるんだよっていうのを一番最初に見せてるんですね。だから、こいつがこうなったのは戦争のせいでもなければ、なんだろう、時代のせいでもないんだよっていうふうにはっきりと戦っテイストは冒頭に言い訳ができないようにドンと見せた上で始めてるわけですね。で、 なんかこう、戦争が悪いとか貧しさが人の心を進ませたという話ではないと。あとそのテーマに関して僕気になるのは、なんで母親の霊は出てこないのかということなんですよ。あれほど節子は母親に会いたがってたから、最後幽霊となって兄と会うんだったら、そこに母親も霊になって出てきていいはずなんですよ。で、あんなにお兄ちゃん、せ、あの、が会いたがってた、 お父さんも出てきていいんです。もう死んでるんだから。だから最後は親子4人また揃った。だって親子四人で桜の下で写真撮ってるシーンがあるんですよ。だったらば死んでなんかこう、あの、この彼らには死ぬことしかなかったんですねっていう話なんだったらそこになんか別に母親出しても父親出してもいいはずなんですよ。なんで節子と聖太の幽霊は2人だけなんでしょうか。これが僕はこの本作品のテーマの一つだと思うので、 えー、もう時間もないですけど、皆さんのコメントの自由回答をちょっと見ていこう。生きてるから。いや、生きてない。生きてない。<laughs> 両親は生きていた。<laughs> それもない。<laughs> なんで気づかなかったんだそうですね。あんまりこれ気づかないですよね。つまり、聖太と節子の二人の話を見てるから、親だけ成仏した。聖 <laughs> 太の食材えぐい話だ。死んでもぼっちだから、残エリアだから、料金も、両親も引きこもりしちだったから。<laughs> 生 <laughs> 太が節子を縛っていた。うん、なかなかいい人に行きますね。ええー、とですね。じゃあ、あの、まあまあ、僕の考えるですね、岡田所の,の妄想と言ってもいいんですけど、の、の答えの方に行きます。えー、母親のいるですね、ような天国に行けないと。だからといって、地獄に落ちるようなことがないと。こういうのをですね、ダンテの新曲ではですね、煉獄というふうに言います。煉獄というのは、囚われる獄っていうことなんですけども、煉獄というのは天国に行けなかった人、行けなかったんだけど、地獄にも 落ちなかった人の行く中間的なところで、苦痛によって、苦しいことによってですね、罪を清められた後天国に行く場所というふうに、まあカソリックではされています。で、あの、これ、あの、周によるんですけども。で、聖太は煉獄に閉じ込められたので、1988年の現在、映画公開当時の現在でも、未だに自分の過去の過ちと、あと死んでいく妹を見せつけられると。だから、この無限の、 この無限の苦悩の高畑は、高畑さんは分かってるんですよ。高畑さんは分かっててですね、気の毒にも彼は繰り返すしかないっていうふうに書いてるんですよね。<laughs> あの、かなり冷たい書き方なんですけども、生徒は精一杯生きたんだけども、あの、自分の、なんだろうな、最後の苦しみっていうのをずっと見せられていて気の毒なんだけども、それはもう彼は繰り返すしかないんだっていうふうに書いています。で、最初からですね、煉獄に閉じ込められた少年っていうのを冒頭からこう書いているんですね。だから、 冒頭、あの一番最初のですね、三宮の駅のですね、現在から始めたと。で、このアニメの中でですね、あの、セータがまっすぐ観客を見つめるシーンが2箇所だけあるんですけども、これ一番最初の冒頭ですね、えー、昭和20年9月21日夜、僕は死んだっていうところではっきりと観客を見ています。で、 もう一つですね。もう一番ラストのラストですね。えー、もう遅いからお休みっていうと、節子がうんって言って、もうこれ両方とも幽霊なんですけど、節子が生徒の膝の上で寝ると。膝の上で寝ると、生徒は一回観客の方をまっすぐ見てからですね、えー、神戸の街へ目を移すんですね。何を訴えているのか。なんで節子が起きた時に見ないのか。 セツコが起きてる時には、実はセーターは僕らを見れない理由があるんですね。これがあの、後半で語るですね、最大の謎解きです。え、実はこの理由が多分このアニメの中で一番怖いところだと思います。え、後半はですね、セーターを、せつを殺したのは誰か。これは、その、 時代のせいだ、せ、あの、聖太の我がま,まのせいだとか、あの、おばさんのせいだっていろいろ言えることがあるんですけども、じゃあなんで聖太は死ななきゃいけなかったのかっていうのが、僕はこのアニメの一番怖いところだと思いますね。そっちを語ってみたいと思います。えー、じゃあアンケート出してください。はい、前半1時間喋っちゃったな。とにかくあのね、調べれば調べるほど高畑勲は面白いんですよ。 あの、宮崎駿は天才だけど、高畑勲は怪物です。えー、ジブリのドキュメンタリー映画ですね。あの、夢と狂気の国ジブリっていうのがあるんですけど、あん中に高畑勲がほとんど出てこないんですよ。で、なんでかっていうと、宮崎駿はすぐに怒鳴って、取るなとか、そんなくだらないものを作るなって怒るんですけども、何日かすると、ある日急にですね、これどう思いますっていうふうに話しかけてきて、その後、なーなーになるんですけども、高畑は最初にノーと言ったら、延々ノーなんですよ。で、あなたの格言姫が遅れてみんな迷惑してるんだから、ちょっとぐらい それに協力してください。よっていうふうに言うと急に怒り出して、私は誰にも迷惑をかけていない。かぐや姫が遅れて一番困ってるのは私だっていう風うに <laughs> 威張り出すというです、ね。すごい。こう。困った人なんですけども、えー ちょっと、アンケート結果出してくださいあ。ありがとうございます。お、すごいな。<laughs> え、後半今のうちに言っときますけど、すごい怖い話しますから覚悟しておいてください。えー、よろしくお願いします。えー、サロンはですね、あの、来週の土曜日、今度の土曜日にですね、あの、東京深ありますので,です、ね、東京の方でもしよろしければ参加してください。あと次週はですね、ようやっとサピエンス全史をやります。えー、それでは後半ですね、えー、行ってみましょう。じゃあ、切り替えてください。 岡田敏夫です。最後までご視聴ありがとうございました。岡田敏夫ブロマガチャンネルのご案内です。毎週日曜夜8時からですね。ニコニコ生放送岡田敏夫ゼミをやっています。テーマはアニメや sf、ハリウッド映画や経済問題など、まああの。政治とスポーツ以外はですね、大体取り扱ってます。えー、番組は毎回無料のです、ね。表放送45分と有料のですね、裏放送がその後でさらに45分、合計90分あります。 岡田敏夫ブロマガチャンネルではですね毎月たった500円でこの表裏両放送が全て見れます過去の放送も見れますしあと毎日メールマガも配信しております、えー、参加お待ちしております